海の塾は、長野県東密資本雲野にある、江戸時代における北国街道の宿場の故障である。現在も通りの両側に、約100棟の家が連なる、歴史的な街並みを形成しており、日本の道百選の一つにも選ばれている。信濃国の東部、軽井沢と善光寺門前町を結ぶ、北国街道の中間あたりにあった宿駅である。もともと、平安。 鎌倉時代の運路市の領地として栄えた城下町で、江戸時代になってから北国街道の宿場町として開設された。現在は、東見四本運路の市道、田中、西運路線の一部にあり、延長650メートル、幅10メートルの旧北国街道の両側には、旗小屋作り、山室作り、かやぶき屋根など当時使用された約100棟の歴史的な建物が残る。 家並みの特徴は、表に格子戸がはまった家並みが続いており、屋根に防火用の壁である、うだつが見られ、二階格子の持ち送りや出ゲたに彫刻が、施された衣装が特に目を引く。宿場の通りの中央には、江戸時代から変わらぬ位置にある、表の川と呼ばれる、用水席が流れていて、向かい合わせの家ごとに、洗い場が設けられており、江戸時代には馬に水を飲ませたり、 旅行者が足を洗ったと考えられている。1986年8月10日に、歴史性と信頼性を基準に、歴史カオルガイ雲野塾として、旧建設省と、道の日実行委員会により制定された、日本の道百選に選ばれている。また、翌1987年には、海野塾が種別、宿場町、養山町で重要伝統的建造物群、 保存地区として選定されている。沿道の建物は、毎年3棟ほどの改修作業が行われており、建物保存に力が注がれている。袖うばの残る、民家1625年に、北国街道の宿場として、江戸幕府によって設置された。当初は、田中塾との合宿であり、後に、元塾になった。宿場町開設以前は、 雲野里や雲野僧などと呼ばれ、東信濃の豪族し野市やその着流にあたる、雲野市の領地として栄え、宿場町開設以前から集落が形成されていた。基礎義中が挙兵した地や雲野平の戦いがあった、地、雲野市の子である、真田幸隆やその兄弟の出身地とも言われている。1583年には、上田城城下町を形成するために、 雲野から上田に人を呼び寄せたため、集落を縮小され宿場町開設に至った。海の塾には、約6町にわたり、町並みが続き、本陣1軒と、脇本陣2軒が設けられ、佐渡の金の江戸までの輸送、善光寺までの参拝客や、北陸初大名の参勤交代などで利用され、非常に賑わいを見せていた。明治、大正時代には、鉄道網の発達により、 宿場町の利用客が減ったため、養蚕業を主に行い、養蚕の町として発展した。また、明治時代には、新越本線の駅の設置が計画されていたが中止になった。日本の道百選と、重要伝統的建造物群保存地区の選定されたことを契機に、1989年から、運の宿内の道路環境整備事業を実施し、 中央水路の改修、車道、歩道や、植栽の整備、電柱撤去などの景観事業に取り組んだ。現在でも、本陣脇本人、丼屋、旗子などの跡が残っており、明治時代の養産業に用いられた伝統的、建造物も残っている。海の宿周辺の空中写真。東側から西側へ流れる千曲川の北岸に、海の宿の細長い宿場町が残る。 1975年撮影。国土交通省国土地理院地図、空中写真越覧サービスの空中写真をもとに、作成。長野県伊東部にある、上田盆地の南東部に海の宿は位置し、南に千曲川が、東から西へと流れる。北には、上信越高原国立公園の浅間連峰があり、 地球間川を挟んださらに南側には八重原と呼ばれる大地がある。海の塾の東には、運の氏の氏神で、1822年に、将軍、徳川家成より、天下無双、天下無類の二号を預かった名王関、雷伝多名門が四本柱の土俵を奉納したと伝えられる、白鳥神社がある。ABCD、さわやか新州旅ネット階の宿 長野県観光機構。2019年5月4日閲覧。ABCDEFGHI。日本の道百選研究会 2002. ピアニッシモ。8889。日本の道百選研究会 2002.PQ。交通ガイド。新州と海観光協会。2019年5月4日閲覧。ありがとうございます。